2022年10月22日でございます。今日もですね、長瀬流、えー、負けない将棋の話をしたいと思うんですけれども、えー、10月20日に竜、えー、王戦の第2局がありまして、えー、佐々木祐希八段の圧勝だと、まあ選定版だったっていうのもありますし、まあ、前回はね、 まあ、ご手番で、えー、初のねタイトル挑戦ということで、最近読んだ師匠というですね、石田和夫先生と佐々木勇樹さんのこの師弟関係、まあ、高見さんもそうなんですけど、い、まあ、一もの、ね、話してたら、やっぱ今回勝って、えー、渡辺明さんも解説入って喜んでるでしょうし、えー、石田和夫先生も喜んでるんじゃないかなというふうに思うんですけど。 まあね、もちろん ABEMATV、うん、の方で見させていただきましたし、えー、後日のね YouTube で ABEMA 公式から初手から完全解説もね並べさせていただいたんでだから今後流行るかもしれないですねあの1号の風の位を取ったらあ、まあ、矢倉っぽく組んで、まあ、今の現在のバランス型ですよね相手が居飛車でで 1, の1号の,の位を取ったら こう左側はちょっと矢倉っぽく組みながら右側に右玉を挟むみたいななんか結構今後1五の位を攻め合うみたいな取り合うっていうのが結構大事なことになってきそうな展開になるんじゃないかなと思うんですけど今回ですねこの永瀬拓也さんの将棋負けない将棋エクストラみたいな形で電王戦ファイナル 平成27年3月21日、高知城、セレネとですね、対決があって、この話がすごく感慨深くて、もちろんですね、あの、平成何年ですかね、藤井聡太さんとの対局があるんですよ。佐藤アメーバ。これ、アベマ TV の、炎の7番勝負ですね。で、長瀬さんが勝ったんですけど、まあ、そのだけの対局ももちろんあるんですけど、このセレナとの電王戦の時に、 長瀬さんが、とにかくそれの研究をしてて、で、最後の勝ち方は、相手が、大手がかかってんのに、大手を回避しないで違う手を打って負けだったんですよ。で、それも実は、長瀬さんが狙ってて、銀をならないんですよ。銀をならずで、大手かけるんですけど、当時の平成27年の時の、その、AI の将棋ソフトの考え方って、まず電算の中で、 もちろん、銀が上がるとなるよねっていうところで計算するんですよ。だから、銀がなるよねっていう中での計算があって、それがあ合わなくなってから銀ならずの計算が入るそうなんですよ。こう。で、奈良さんはそれをずっとしてて、そこに気づいてるんですよ。銀をなるならないの時に、別にその相手の情報が分かってると自分でこう並べてて、あ、これって、銀をなるとならないパターンだと、まあ、な、銀だけじゃないですけど、なるならないのパターンで、こう、 ラグがあるな、みたいな。ってことは、これ、なるっていうパターンから全部解析し終わって、そっから、鳴らずのパターンに入るな、みたいな。で、なんか持ち時間があるときに、さっきのパターンになる、ならないとか、そのパターンがあって、なんか、っ手指してから、あの、6分後に絶対撃つなっていうのがあるらしくて、で、その長谷さんがわかってるから、その撃って、絶対あ手はもう6分後にしか撃ってこないから、その間休憩して外に出てたとか言ってて、もう研究の鬼じゃんって。 すごいですよ。だからそれで勝ち切って。で、あの、ハブヨシハルさんが、その AI と戦うときに6億か8億円出したらやるよっていうのがあったんですよ。で、これって、なんか、やっぱこれでハブヨシハルさん、確か当時、結局 AI の戦いって、アマヒコ名人と AI が戦って、これが最終局になったんですけど、なんでハブヨシハルさんが8億6億かっていうと、ハブヨシハルさんが、その AI に勝つのに1年間期間をくれって言ったんですよ。 一年間かけて、その AI の研究をしたいから、すべてのタイトルとか、すべての公式戦をキャンセルします。なら受けますって話をしたんですよ。で、将棋界としたらそれはすごく困るわけですよね。で、その、それだったらその補填量が6億、7億、8億らしいんですよ。それだったらいいよっていうことで、だからそこのところまで突き詰めていくと、やっぱその、で、AI を、の勉強って、実際の、 勉強ね、役立たないっていう風に言われたんですね、当時ですよ。今はどうなんかわかんないです。どっちかっていうと、増田さんとかはもう AI としか戦わなくて、AI の方が幅が広いんで、人とは指すと、まあ、例えば右盤面とか、対抗系だったらこうとか、まあ基本的にこう来たらこうするよね。例えば、まあよく1、さっき言った1、 一四歩って言ったら、まあ、基本向こうも九四、九、一、一六歩って言ったら向こうも九四歩って受けるみたいな、八歩は挨拶みたいな形で。なんかそういう、まあ、固定概念というか、まあ、いろんなのがあるじゃないですか。各道とか書店のとこって。でも AI ってそういうのを全部無視して、感情論とか無視していろんな選択肢が出てくるわけですよ。そこに妙手とかがあって。まあ、そんな中で最善勝をさし続ける機手ってやっぱ、機士ってやっぱすげえなって思うし、そこにこう、 突き詰めていいくと全部研究みたいな感覚でやってるとかでなんかこうすごいなと思ったのがえー、っとその師匠っていう本があってもあの図書館に返してあったんですけど棋譜を見るじゃないですか例えば今僕これ、えー、図書館に借りてきた渡辺明さんの頭脳勝負なんですけどこれ回読むの2回目で1回目見た時はまだ、あ、詰将棋ぐらいしかしてなくて今将棋坊主でこうガッツリやってるっていう時に前に見ててで改めて見るとなんか更に 趣深いなとだから将棋の本って自分のレベルが変わってくれば変わってくるほど同じ言葉でもあの入ってくる認識が違うんでだから永瀬龍の頃の負けない将棋ってこれアマチュアの四五段に向けて書いてるんですよね。 だから自分がレベルが上がってきて、今見てる時の長瀬流の負けない将棋の感じ方と、えー、3級とか4級とか5級とか初段とか1段、2段、3段とか、まあ女流棋士もそうですけど、感じ方が毎回毎回違うんですよね。だからずーっとこれしとくみたいな。で、さっきちょっと話しずれましたけど、将棋の棋譜をパッて見させ見られるじゃないですか、例えば100手ぐらい、あの最初、 また、えー、2, 2, 2、6、歩からとか、8、4、歩とかあるじゃないですか。あれが100手ぐらいバーって並んでますよ。さの大体長いから150とか180とか普通に行くんですけど、プロって寄付だけですよ。寄付だけで見たときに30秒で全部盤面が通るそうなんですよ。自分だったらこう見ながら、こう,こうやってね、見ながら棋譜を並べるわけですよ。あーみたいな。こういうふうに。 こう並べてああみたいな形に並べるんすけどでもプロって寄付を並べるときに並べなくてもばってみて頭の中なの,のでこうバーってこう進んであこうなったのねみたいなこれ勝ちねみたいなえなんでここのとここうしなかったのみたいなのを30秒でやっちゃうわけですよまあその集中力とかでじゃあ熟習するのには300秒だから、えー 単純に10分なのかっって言ったらそういうわけけじゃなないいいかもしれないですけどそういう意味で言ったら棋風をイメージする力っていうのをするんだったら文字だけを見てでそこのところで突き詰めてやっていくっていうのはやっぱ、まあ、自分じゃ今並べるしかできないですけど、まあ、並べながらもこの途中図からこうどういう風にこうなってこうなってこうなってっていうのを頭の中で盤面で描いていくみたいなのは大事なことなのかな、まあ、突き詰めていけばですけど。でなんかこの 騎士が、こうやってここに盤面がありますよね。で、こう、でこう考えるじゃないですか。で、これって、ここの盤面より頭の中に描いてる盤面の方がより鮮明だから、盤を見ないでこうやって考えて自分の頭の中でこう進めて、こうだなっていう風にしてからこう考えたらダメみたいな感じするらしくて。いや、騎士っておろ、お、恐ろしいですよ。そう考えたら。なんか騎士になりたくて、騎士に生まれ変わっても騎士にはなりたいけど、奨励会は、 あのししたたくなないいっっててうふうに言ってまかからねねどうなんですか、ね、今はまだ基本的には奨励会奨励会を通らないで編入試験を通ってる人はやっぱもっともっと奨励会みたいな三段まで行っていけなかったとかって人がほとんどだと思うんでもう奨励会も通らずに、えー、騎士編入試験を行って勝つっていう時代もしかしたら来るのかもしれないですね。そのしょ、あのー 奨励会を通さずに、まあ、それは分かんないですネット将棋とかでいろんなので,で本もたくさんあるしますしそれを突き詰めていくと、まあ、そこのところになるかもしれないですけど今多分だから今回の藤井聡太さんと佐々木勇気さんのが最先端のところになるんでしょうけどもっと突き詰めて最先端の棋譜っていう風になると奨励会の三段リーグのでの棋譜だったりとかの方が、まあ、意外と勉強になったりするんじゃないかなっていう風に思うんですけど。 まあねやっぱ、えー、なんで勉強してるかって言ったら勝つためだと思うんで、まあ、そのためにはあーもう繰り返し繰り返しやっていくことととてもねあの最先端の勉強が大事だというふうに僕は思ってるんでやっぱいかにこの現代将棋ってこういうことみたいな最先端のいかに勉強をし続けるかっていうのがとても大事だと思うんで最先端最先端の勉強をしてることが あ自分の時間っていう形なの。もし、矢倉組んでるんだったら、矢倉の最先端の勉強をしてるのが勉強してる時間で,で、矢倉の基礎を学んでるのは、もしかしたら将棋の勉強の時間外なのかもしれないですね。最先端の勉強2時間、詰め将棋1時間、 いやグラの基本1時間とかだったら実質将棋の勉強してるっていう概念のところで考えたら2時間なのかもしれないですねあと1時間はまあ言ったら準備運動じゃないける基礎トレイみたいな本番の将棋の勉強っていうのはいかに現代的な将棋を学ぶかってことになってくると思うんでまあ是非ねこれからも頑張って積み重ねて、えー、やっていきたいと思います